こんばんは、サーフデイズテレビジョンの時間です。4月11日月曜日、今日からこういう番組をやっていこうと思います。ネタは僕が出てるんでサーフィンのネタなんですが、自己紹介しますと、サーフデイズというウェブサイトを運営している、その編集長をやっている赤井徳志です。よろしくお願いします。くしくも4月11日、1ヶ月前に、東北地方、北関東に地震、そして津波来てしまいました。1ヶ月、ちょうど今日1ヶ月経って、被災された方、心よりお見舞い申し上げます。そして、タイミングが今日だったんですが、今日から、サーフデイズテレビジョンとして、またこちら被災者ではない僕たちは元気よく、近所に住んでるサーファーなんですが、この業界では結構有名な方です。前振りを僕はブログなどで紹介してるので、知ってる方はたくさんいらっしゃいますね。呼びましょう。田村誠さん、どうぞ。どうも、こんにちは。こんばんは。あ、こんばんはですね。早速ですけども、いろいろ話を聞きたい中でも、今日呼んだこの席に来て一番聞きたかったことは、やっぱり3月11日のあの日からの行動を聞きたいと思ってて、知ってる人は結構いると思うんだけど、これ下げないとね。すみません、ちょっとハグっちゃってるみたいで、ごめんなさい。EC の音を下げます。田村さんは、僕の近所に、実は僕は逗子の小坪というところに住んでるんですが、そこの近所に住んでるサーファーでもあって、もともとはいろんな各地を放浪しながらサーファーっぽく生きてきた人なんですけども、今でもサーファーやスポーツマンにこう健康を維持するために仕事をしてる人なんですね。それで、近所ということもあって、あの地震があり、津波の影響があって、東北の友達とかいっぱいいる中で、なんかタイミングがねあって、もうなんかすぐ助けに行かなきゃとか思っていた矢先に、電話で話した時に、もうすぐにでも今晩、明日の晩でも行こうとは言ってたのが、もう翌日の12日とかなんですけども、いろいろ今はそんな素人の僕らが言っても、逆に言えば足手まといだったり、迷惑だったり、道路も寸断してたり、雪とかも降ってくる可能性もあったし、そこで、まだ行くべきじゃないだろうっていうことを話し合ったのを今でも覚えてるんだけど、あれから23日ぐらいにね、電話くれて、じゃあ僕行きますよと言った頃の、なんかこう、心境とかも聞きたいんだけど、まずじゃあ時間を追って話を聞くと、まずその当日はどこにいたんですかね、11日。ああ、11日ですよ。僕は自宅にいまして、声が小さいっていう、なんかごめんね、声が小さいっていうコメントが入ってるけど、ちっちゃい？はい。はい。で、その日は、本当は東京に行く予定で、ちょっと夜会合があって、もう朝から本当は行っててよかったんですけど、もうたまたま、ちょっと自宅でやる作業があって、それで、こう、伸び伸びになって、午後になって地震が起きたって感じだったんですね。23時ちょっと前ですね。じゃあ自宅にいて揺れたって感じ。
ただね、同じ場所に住んでるからあれですけど、うん、僕らの場所って意外とこう、うん、ちょうど岩盤になってて、すごく強い場所みたいで、うんうん、確かに揺れたし長いんだけど、こう物がこう落ちたとかっていうのもないから、うんうん、だからそこまでっていうのはね思わなかったし、その一方でこう停電になっちゃったんで、ちょっと状況が、あれ何分後ぐらいに停電になったのですが、いやもうすぐなったんじゃないですか、うんうん、でちょっと状況が全然つかめなくて、うんうん、それであのとりあえず外に出ようみたいな感じで出たら、またもう一回揺れてみたいな感じですよね、うんうん、で一回みんなで外に出た、そうですね、うんうん、それで子供がちょうど海のそばのやっぱり保育園に行ってたんで、うんうん、やっぱり最初に浮かんだのはこう津波のことだったんで、うんうん、それで迎えにすぐ行って、それもあの NHK の映像を見た後、いや見てないです、ね、見てない、見てない、全く見ないで、うんうん、で家内と一緒に行って、うん、もうそこもやっぱり低い場所だったんですけど、隣の老人ホームみたいなところだったと思うんですけど、うん、その3階建ての屋上に子供たちはみんな避難してて、うんうん、でその場所に迎えに行けて、ただやっぱりすぐタイミングよく迎えに行ける人たちばっかりじゃなかったんで、うん、あの2人子供がいたんで、家内が先に車で、うん、あの自宅に戻って、僕らね、僕らの自宅はちょっと高台の方にあるんで、うん、津波っていう心配はほとんどないんですけど、うん、そのやっぱり保育園自体は女の先生ばっかりで男手がなかったから、うん、ちょっとじゃあ俺は残るわっていう話になって、しばらくそこにいたんですけど、やっぱりずっと気になったのはこう津波のことで、そこからやっぱり海も見えるんだけど、こうもうずっとこう見てるっていうか、うん、一気に引いたらやっぱりすごいことになるなと思ったから、うんうん、もうずっと見てるんだけど、僕が見てる間はそこまでの引きがなかったと、ね、4時ぐらいだもんね、うん、その揺れがどうこうっていうのもなかったし、だいぶそこから引き上げて、でちょうどすごい南風が強くて、うんうん、まだ3月も上旬だったんで風がすごい冷たくて、うん、で子供たちに布団持ってったり、うん、その上着持ってったりっていうのを手伝ったんですけどね、うんうん、そういう状況で、それで家に戻って、あのもう電気も、ね、うん、使えないんで、それで携帯でこうテレビを見たのかな、その時にちょうどこう、あ、携帯でテレビ見たら、うん、停電だからテレビは見えない、見えないわけだからね、うん、で津波がこう向かってるのを見た時に、うん、あ、なんかすごいことになってる、まあそのちょっと前までは夜の会合に行こうとしてましたからね、あ、うん、だからあんまりそのことの重大さに、うんうん、そうだよね、うん、気づいてないようなところもありましたよね、うんうん、まあそれが地震当日の感じですかね、うんうん、で9時、多分8時半とか9時ぐらいに電気が復旧して、はい、それからテレビをやっぱ見る、見た、ね、それほど自分の家はあの古い家なんで、うん、あのちょっと心配もあったんで、うん、その日はあのみんなで車で寝ましたね、あ、言ってたね近くの広々としたこう広場の横の道路 で、うんうん、でやっぱりその時もその町内会であの決まり事があって、そういう地震とかそういう災害があった時に避難場所みたいな形で、うんうん、あの決まってるんですけど、うん、そのやっぱり町内でこう来たのがうちともう一組ぐらいで、あ、そうだった、うん、町内会長が、うん、これはどういうことだみたいな感じでね、ちょっと怒ってたなみたいなそんなこともありました、ね、うん、やっぱりあの
それ僕ら以上にやっぱりそこまでこうシビアになってる人たちっていうのも、まあ、少なかったのかなっていうね、うん、その時すごい感じました、ね、まあそれでもあそこは震度4とか5ぐらい揺れたんだけど、その後は揺れてませんからね、うん、そうですね。で開けて翌日、うんうん、翌日の夕方にはもう何かこうアクションをしようっていう、あの何かこう助け何かしなきゃっていうのはどの時点ぐらいで、まあちょっと僕の場合特別というかね、いろんな思い入れがあって、うん、まあ最初にあの紹介もしてくださったんですけど、僕自身はあの別にサーファーとしてどうこうっていうよりも、うん、このサーフィン業界で仕事を長くしてきたんで、まあ、そういう意味でいろんなあのサーフィンの、ね、業界の人たちとのつながりも大きいですし、まあ、そういう意味であの僕のことを知っててくれてる方っていうのは多いと思うんですけど、うん、あのその中でやっぱり仕事でこうその東北ですよね、あの海沿いの福島もそうだし、宮城、岩手、青森までやっぱりたくさんのお客さんがあの今でもいるんで、うん、そういった意味ではすごくあの思い出があるっていうか、それこそ試合とかあのこの業界に入ってまあ15年ぐらいは働いてたと思うんですけど、あのその前のね20代の頃もやっぱ試合で、うん、そういった地域の人たちともコミュニケーションがあったんでね、まあ、そういった意味ではものすごいこう長い付き合いだと僕は思ってるんでね、そういうところからもまずみんなのことはねすごく浮かんだし、あのそういう思いと、もう一つあのたまたま僕 の, あの両親が以前あの西宮に住んでて、まあ父は今でも住んでるんですけど、あの阪神大震災をまあ経験してるわけですよ。でちょうどそれこそ僕がサーフィン業界に入った年だったんですよね、あれが、うんうん、で転職したばかりだったんで、あのやっぱり両親がそうやって災害に遭ってて、まあ、西宮っていう場所だったんで、はい、まあ、結構被害が大きかった地域だったんでね、うん、で連絡がやっと取れて、あの大丈夫かっていう話になって行こうと思ったんですけど、うん、まあ、その時おふくろが、まあ、あんたはそういう仕事を変わったばっかりだし、うん、あの大丈夫よみたいな感じを真に受けてね、こう僕は行かなかったんですよね、うんうん、でもやっぱり後から聞いてみると、そのライフラインが全く閉ざされてて、うん、まあまあそれなりの老人にはねやっぱりすごくきついというか、うんうんうん、マンションっていうのもあって水を運んだりとかそういうのもあったんでね、うん、やっぱりその後すごい後悔したっていうか、なんで行かなかったのかなみたいな、受けてなかったことを、うん、そう、それがすごいやっぱりずっと後悔してて、うん、あのまあもうおふくろは4年前にね他界したんで、そういった意味では、うん、あの親孝行もねできないですし、うん、そういった意味ではこういう今回のことがあった時にやっぱりすぐ行かなきゃっていうね、その2つの思いが重なって、うんうん、あのそういう意味で行かなきゃっていう気持ちがあっただけで、なんかこう、うん、ボランティアっていう言葉がすぐね出てくるけど、うんうんうん、あんまりそうなんか、うん、それに行くっていう感覚とはまた違うような、まあやることはそういうことなんですよね、うん、そうだね、電話で話した時も、うん、こう行けば何かしら、うんうん、絶対困ってる、うん、手伝えるだろうっていうのがあったからね、うんうん、だから全然その行くことにね、なんか戸惑いはなかったんですけど、うんうん、ただやっぱ一番ね、話してて、うん、こう、ネックになったのは燃料だったんでね。そうだね。うん、遠回りしても必ずね、つける場所だから、高速なくても行けるっていうところだけど、うんうん、どうしてもやっぱり燃料ばっかりはしっかり確保していかないと、うん、あの、まあ向こうに行って、ね、こう災害にあった人と一緒に並んでガソリン入れてる場合じゃないですし、うん、そうだね、そういうのもね、うん、考えるとちょっと今行けないなっていう、うん、
まあ、それ2日目とか14日とか15日のことだったよね。うん、うん、それからちょっとしばらくこう時期を待ったっていう感じですね、うん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 、その時期を、まあ、その行かなきゃ行ってあげたいっていう気持ちになったのがもう次の日2日後3日後だったと思うんだけど、その後じゃあ一回まだ行くべきじゃない、まあね、仙台の旅行学とかと横とかと電話で話してまだ来るべきじゃないとか教えてもらったりして、じゃあ次のタイミングっていうのはどんな情報を集めながら過ごしてたんですか？やっぱりね、いろんな周りの話を聞いても、うん、いや行くべきじゃないんじゃないかとか、うん、まあ、どっちかって言ったらまだそういう時期じゃないっていう話の方がすごく多くて。そうなんだよね。それは国全体とかこう発信する量がそうだったよね。うん、だからいろんなところからのこう意見がそういうのがあって迷ったんですけど、やっぱり僕たちはもう迷惑だったら帰ってくればいいかなっていうのもあったし、そこもやっぱ迷わずに、だから前が迷ってちょっとねやっぱ後悔してるんで、そこはもうできるだけ早く行った方がいいだろうっていうのは思いながらですね。ただやっぱり自分で今仕事してるっていうのもあるし、うん、その判断が全て自分でできるっていうのもこう行きやすかったところがあるんで、これが、ね、以前僕もそうでしたけど、サラリーマンとして雇われてる立場だとやっぱりどうしてもね、なかなか自分の判断だけでできるっていう問題でもないんで、うん、いろんなそういうことが重なって行けたとは思うんですよね、うんうん、ただやっぱりそれも本当に深い考えっていうのも今言ったようなただ単に行かなきゃっていう思いだけだったんで、うん、いざ実際行ってみるとやっぱりもっといろんな違ったこうことにこう直面するっていうかね、そういうのありますね。そうだね、うん、まあ、それはちょっとおいおい聞いていきたいところなんですが、うん、じゃあ行く、まあ、じゃあこの日に行こうって電話くれたのはもう、じゃあ俺あさって行くよと言ってくれたのは多分22日とかぐらいだと思うんだけど、うん、準備はどういう準備をしたんですか？まあ、とにかくその1日前にだいぶガソリンが入れやすくなり始めた、まだ並んでましたけど、うん、そういうふうになって、で蛍光管でやっぱり予備のガソリンもなきゃって思ったんで、それにもこう満タンにできたっていうのもあったんでね、うん、蛍光管買ったの？うん、ライフガードやってる入谷っていう後輩がいて、マリンジェットで使う、そう、それ持ってるのは分かってたんで聞いたら貸してくれるっていうんでまあそういう手配もついたし、うん、まあ、20リッターの予備のね、うん、こうそれがあったんで、これならなんとかいけるだろうと思って、うん、まあ案の定やっぱりそれだけのものを持ってたら十分足りたし、向こうで言えることはなかったし、逆に、うん、災害にあったね、横岡っていう仙台の友達にも半分分けることができたし、うん、あ、本当、うん、ただすごい僕が言ってる間は、まあ、多分まだ燃料に関してはそうだと思うんですけど、うん、向こうでもまだまだまともに入れられる状況じゃないと思うんですよね。なんかガソリンのこと聞いたんだけど、東北自動車道かつてとかもう12日13日は寸断してたんで、はい、こう最初関越で新潟出て、それから磐越でまた東北道戻って、うんうん、行けますよ赤い君とか言って、うん、これなら行けますみたいなの言ってくれたんだけど、うん、23日、あ、出発で25日はもう東北道で行けた、はい、うん、出発しましたね。それを確認してから行ったんじゃないんですけど、うん、もう決めた時はまだ開通はしなかったんですけど、まあ回っても行けるなと思ったんで、うんうん、でもたまたまもう行く日には開通してて、はい、これでも高速のガソリンはない？うん、やっぱりそれぞれの場所で並ぶことは並びましたね、うん、だけどこう現場で並ぶこう時間とはもう全然比べ物にならない、うん、
ガソリン車はガソリンの他には何を持っていったかといえば、まあそこが一番なんかこう今回自分がねサーフィンやっててすごく良かったなって思うのは、うん、やっぱり僕らいろんなとこをこう旅したりするから、あのその海の目の前で普通に別に車の中で寝泊まりしたいとか、うん、僕なんか今でもあの営業行ってもね、うん、あんまりこうホテルに泊まったりっていうか車でやり過ごすことなんかも多いんで、まあ、そういった時に本当にあの冬の、ね、はい、山の近く行ってもあの泊まれるような装備も持ってるし、はい、あと自分でご飯作って何だやるっていうのはあんまり苦にならなかったので、うん、それが全部できれば多分向こうではあの普通に現地でいろんな人たちに迷惑かけずにね、うん、手伝えるかなっていう、そういう自信はこうあったっていうかね、それはすごく、まあ、それだけサーフィンやってるからできたっていうのもあるんじゃないですかね。まあ、野宿まではいかないけど車の中で寝て食べ物を食べてっていう装備はまあ普通に準備をできていたと。そうですね、ある程度だから日程は別にこうあんまり決めていかなかったんですけど、長くなる場合もあるし、そういった意味でね、自分がこう疲れちゃったり怪我したりしてもまた全然意味がないし、こう寒くて風邪ひいても全く使い物にならないんで、うん、そういった意味ではあの確実にこうリラックスして寝れるような状況もマットレスも積んであったし、だからそこの点では全然こう苦痛な部分はなかったじゃん。まあ、その行った先は石巻に行ったって言ってましたけど、はい、そこを選んだ理由はあのまず一つはもう本当にそういう思い出があって行くのは行くんですけど、結局もう店舗はたくさんやっぱり宮城中心にたくさんあるので、うん、もうそれぞれのお店に行ってこう何かを手伝ったりなんだっていうのは現実的にちょっとできないんで、そうですね、北、まあ、ね、千葉の北ぐらいから津波の被害がありましたから、ね、そういう意味ではもう、うん、あの彼らに同行するっていうよりもやっぱりこうお世話になった場所のこう地域であの何かできればいいかなと思ったんで、うん、あのまず最初仙台市に連絡したら、あの最初に仙台市に連絡した、そうですね、うん、県外からは受け付けてないって言われて、あ、そうだったんですか、うん、だからちょっと仙台市ができなくて、でその後、うんうんうん、石巻市 の, あの市役所に連絡したら、うん、あのいろいろ手続きを教えてもらえて、うん、で今でもそうだと思うんですけど、石巻は、石巻専修大学が、石巻専修大学が本部、本部になってて、ね、はい、でそこで登録して、うん、あの登録してすぐ活動できるみたいな、うん、それを事前にもう電話で聞いていたと、うん、そうですね、うん、その時になんかこう持ってくるものとかは言われるものなんですか。まあ基本的にはこう何て言うんだろう、力作業になるんでね、うん、まあ、軍手とかあのなんとかっていういろんなものは僕も自分で想像する限りのもので持ってってたんでね、うんうんうん、意外とそれも外れてなかったかなみたいな、長靴だったりとか、だから具体的に言うと長靴、うん、長靴はた方がいいですよね、うん、軍手、ゴム手袋、そうですね、軍手もあのとにかくやる作業っていうのが、まあ、こういう一つの部屋でいうと、うん、ほとんどがあの1階の半分ぐらいが浸水しているような状況があるんで、うん、そうすると、まあ、まあ電化製品含めてほとんどがこう水に全部使ってような状態になっちゃうので、うん、そうするともうどれも使えない状態になっちゃうんですよね、うん、そうするとあのいわゆる全部がゴミになって、うん、結局それを洗いざらい外に出すっていう作業なんですけど、うん、だから意外と冷蔵庫なんか開けるとガシャッと水が出てきたりとか、うんうんうん、まあ、布団が水浸しで、うん、布団も重いですし、
畳も全部水にと泥でこう埋まっちゃってるんで、まあ、畳なんかも本当に大の男が3人かかっても重いような、ねね、濡れちゃってるわけだからね、うんうんうん、そんな感じでしたよね。だからそれをこう本当に老人とかね、うん、もうやっぱり一人暮らしの方もいるんでね、うん、もうそういう方がその場所を掃除きれいにしようって思うとものすごいこう時間がかかっちゃうんで、うん、ただそれが僕らがそういう作業で6、7人固まってやると、うんうんうん、1日丸1日かければかなりこう、きれいにはできるんでね、うんうん、ただそれがもう何件もあるっていう、この間もテレビ見てましたけどまだ、うん、あの同じような作業やってるんで、うんうん、まだまだ必要だなと思うし、うんうんうん、だけどこうさっき言ったようにみんながねすぐ簡単に行けるようなこう状況かっていうとそういうあれでもないので、あの僕はこうやれることをやっていければいいと思うし、あのそういった意味ではどうしても今日もこうお客さんに会ったりもしてこうやっぱりこっち側の経済自体もすごくこう不安定だし落ち込んでる部分があって、やっぱりこう売り上げも去年と比べると落ちる、それがもう半分だったり下手すると10分の1だったりみたいなね、そういう世界になって、そうするともう本当にこう東北云々よりも自分たちがこうねえどうにかしなきゃいけないっていう状況だけれども、あの自分もああいう災害の場所をこう見ていろんな人とこう接して、うん、それでまた僕らはね戻る場所があってこう、はい、普通の生活に戻るけど、これをこう絶対忘れちゃいけないと思うし、じゃあどうやったら忘れないでいられるかって思うと、うん、やっぱり例えば自分の子供とか自分の家族とか、うん、大切にしてる家とか、うん、まあ、そういったものが本当にこう流されたっていうのを本当に自分に置き換えてみてね、うん、自分の子供がそういうふうに思った時に、うん、果たしてこう冷静になれるかとか、うん、頑張れるかって言った時に、うん、これは相当きついと思うんでね、うん、だからあの常にそういうことを思っていろんなことを考えると、うん、だから頑張んなきゃいけないのはそのもちろんね、すでに東北の人たちはそうやっていう思いがあって頑張ってる人もいるし苦労してる人もいるんでね、うん、僕らがこうやって経済がどうのこうとか売り上げがっていうのもね、僕ら自身すごく考えたり不安な面もあるけれども、やっぱり彼らに比べたらまだまだこうね、そういうレベルじゃないと思うんで、うん、その僕らが頑張れないんでね、頑張れっていうのはちょっとやっぱり違うと思うから、やっぱりまずは自分たちが本当にこう一生懸命前向いてね、うんうん、頑張ることがきっとこう何か伝わることもあるかもしれないし、うんうん、っていうのを最近なんかお客さんとも話しててね、すごく思うし、うんうん、それぐらいやっぱり自分たちの生活もすごく大きい変化があると思うし、そうですね、まだ、うん、まだというか1ヶ月しか経ってないっていう状況でしょうね、うん、これからどんどんいろんなことが起こってくるだろうという中で、うん、まあ、さっき言って本当に、ね、全てをなくしちゃった人に比べたら、ね、生きてるし、うんうん、こっち側の人がね、ね、ある意味元気よく活性化していかないと、うん、逆に復興してる人たちに悪いっていうノリも必要だと思うし ね、 そ, うですね、うん、それでも自分たちが頑張らなきゃいけないっていう、うん、自分たちが頑張ってあの売り上げが半分になってもこう歯食いしばってやってね、それでも
なんか義援金でこう助けたりっていうこともできるし、うん、それぐらいやっぱり僕らもね、早く縛ってやらないとことがありますよね。まあ、それが全体的にいろいろ語ってくれてありがたいんですけど、うん、あのまあ、行けない人の方はボランティアとか奉仕とか向こうにいきなりこうね道具所って行ける人っていうのはほとんどいないと思うんだけど、すごい、まあ、行けない人から見ればスコーンと行って活動してくれる、まあ、一人の人としてもそうだし、サーバーの友達が行ってかなんかこう手伝いしてくれてるのは、うん、もう自分のことのように嬉しいから、うん、まあ、そういう思いを田村さんに伝えてもらいたくてここに呼んだんだけど、まあ、いろいろ考えて現場を、まあ、ブログとかで紹介してくれた写真とかもやっぱ、まあ、他のカメラマンが撮ってる写真とダブってるのもあるんだけど、実際やっぱ自分の目で見てどうですか。ちょうど僕が行った石巻は、うん、あのその当日も僕も本当にあんまり前の仲間とか先輩とかそういう人たちも連絡取らないで行ったんでね、うん、あの現場に着いてから直接行ったりとか連絡したりっていうのがあったり、まあ本当に全部のお店には行けなかったんでね、申し訳ないと思うんですけど、うん、あのその中で石巻はあの新越くんっていう先輩がいて、あの彼のお店も、南浜町だったかな、あの、うん、そういう場所でやっぱりもう壊滅的な被害に遭った場所だったんで、もうお店も丸ごとなくなっちゃうような場所で、うん、そこもその新越くんが、うん、あのそこを一望できるその日和山公園っていうのがあるんですけど、うん、そこに連れてってくれて、あのあ、それ新越くんが連れてってくれて、うん、ここから見えるよと、全部見えるよと、うん、でやっぱり見たんですけど、まあ、今日もあの1ヶ月経ったっていうことで取材がねどっかテレビ局であって、うん、そこの場面出てましたけど、まあ、まだ何も変わってないですし、あの、うん、そこの部分はあのまだまだ手がつけられないような状態なのかなっていうのはね、うん、こうそうやって見ても分かるし、すごく時間がかかることだと思うんで、うん、なんかこうそういう復興作業とか奉仕活動っていうのがね、長くやんなきゃとかそういう量とか質だけの問題じゃなくて、やっぱり行ける時に行くっていうのも僕はいいと思うんでね、僕もああいう映像をこう未だに見るとね、うん、あまだ今月も行ける時があったら行かなきゃなっていうふうには思ってるし、多分そう考えるとね、いろんなコストの問題とかもあるんで、それでもこう土日の、はい、高速道路のお金が安くなるタイミング狙ってね、うん、行くこともすごく可能だろうし、そうですね、うん、まあもうすでにサーファーでも普通の人でも乗り合いで行ったりね、うんうんうん、手伝いにはすると、うん、それぐらいまだまだ人手が必要だなっていうのはね、うんうん、まあ行くとしたらやっぱりこう各地のボランティアセンターを見つけて連絡を取った方が、そうですね、僕はそれでしかこうやってないんでね、うん、あれですけど、ただ多分いろんなこうつながりで連絡を取れば、普通の家でそれこそ自分たちがこう若いからっていうことでね、家族だけでやってる人たちもまだいるとは思うんでね、そういうところに飛び入りでこう知り合いだったらね入れるのかもしれないですし、多分いろんな方法はあるとは思うんで、うん、だから僕もだから情報がすごくこういう時代なんでね、いくらでもあるんですけど、どれをこう信用していいかっていうのもね、なんかすごくわからなくなってきてるし、実際自分が行ってみて感じるのもこう、やっぱ目で見
ったものでないとなかなかこう分からないなとも思った部分があるし、うんうんうん、例えばなんかどんなとこがこんななってたのかとか、こう思いと違うものっていうのは、例えばその信越くんのところにこうお邪魔した時にたまたまその日は電気が復旧してそのテレビが見れるような状況で、はい、あテレビ見れるんですねなんていう話をしながらこう朝こう見た時に、ちょうど石巻のこうある被災するこう、被災場所って体育館みたいなところに、ねはい、みんな、うん、あのいるじゃないですか、うん、そこが中継になってて、今日は避難場所で、今日はもう配給される食事がこのパン1個だけですみたいな、うん、まだまだここはっていう話をしてるんだけれども、うん、実際同じ石巻の中でも信越くんなんか、もう随分こっちは家まで持ってきてもらってるけどみたいな、なんでこの同じ石巻で石巻っていう場所でテレビ見てるのに、うん、どんだけこの情報がねこう、うん、まあそこは間違ってはいないけど、でもそれ多分見た人は、ああ石巻はご飯がね足りないからみんな、ね、食料送ろうみたいなことにもなってしまうと思うし、うん、だから本当にその部分だけ見てしまうとね、うんうん、っていうふうにも感じたし、なかなか難しいなっていうのは感じましたね、うん、やっぱ報道とかテレビとかラジオとかの情報と現場での少しのギャップみたいなのが、うんうん、ありましたね。行くと分かってしまう、うんうん、まあ行くと分かってしまうってないんですけど、うん、あのギャップありますよね、うんうん、それを見てまた、まあ、チャンスがあれば行くと思うんですけど、うん、まあ、行かないときはこっちで頑張ると言って、まあ、こう自粛も良くないし、だんだんみんな分かってきて、こちらの生活をするとしたらどんな思いで、やっぱね、先ほども言いましたけど、常にああいった場所、あの時にあったことっていうのは、その自分のことに置き換えてね、こう思って、そうするとね、節電もそうだし、やれることが出てくるし、うん、今日もこうそうだけど、あの車で運転してて、あガソリンなくなったんでガソリン入れなきゃって、ついついこう、まだ値段見てて、あっちの方が1円安い、こっちの方が3円も高いなんて見てたけど、うん、結局ちょっと前まではもう、ね、行列になってみんな必死に並んで、うん、もう値段よりかはもうどこでもいいから入れてくれと、とにかく多く入れてみたいなね、うんうん、ことがあったのにもかかわらずまたこうやって戻ると結局何かそういうところを気にしてる自分もいて、はいね、なんかあ全然ダメだなみたいなねいやそんなことないと思いますよね、うん、思っちゃうんですけど、うん、まあ本当僕なんかもう全然ねこういうことになるまでは あんまり考えてこなかったんだなっていうのはねすごい感じますよね、うんうん、だから、まあ、こうやってあの何人見てるか分かんないですけど、ねうん、自分なんかもこんなことをこう偉そうに言えるような、ね、こう立場というか、うん、そんなこともしてきてないですし、たまたま、うんこういうことになってね、うん、自分が、行動したことをこういうふうに、赤井君から、ね、話もらったから、うんこういうふうな話をしてるけど、まあそれすらやっぱりなんか自分がこういうことをね、うんうん、言うのはどうなのかなっていうのもねすごく思うんですけどね、うんうん、まあそんな中出てきてくれてありがとう、うんね、ありがたいんですが、まあ、まあやってきたことを、うん、見てきたことを言っていただいただけでもすごいありがたいと思います、うん、ちょっとね本当もっといろいろ細かいところまで聞きたかったんですけども、あっという間に40分経ってしまいまして、まあ、もうちょっとまだ時間があるんですが、そうですねコメントでもやっぱり東北のこの震災津波の影響っていうのは僕らはこうやっぱサーバーなんで
海で遊んでる時間が多いんで、すごいこう本当に衝撃的だったんで、その津波から次に来る可能性もあるっていうのをみんな意識しなきゃいけないっていう気持ちもあるんですよ。だからまあ今日ちょっとすごい時間がないんだけど、なんていうのかな、こうリスクがある中で遊んでるから、いつどうなったらこうしようっていうのを、もうこれからいろんな情報を集めながらやっていかなきゃいけないと思うんですけどね。そういう意味でこう今はまだ何も確立してないじゃないですか。ただこう、ただって言ったら悪いけど、サイレンが鳴って上がってください、高いところに逃げてくださいって言われても、サーフィンやるときはね、いろんなポイントでやるんで、ここのポイントだったらこうしようとか、それぞれにね違いがあるはずなんでね。その辺もちょっとずつ考えて、いつでも実行できるようにしていきたいと思ってますね。ちょっと何件か、こうコメントを入れてくれてる方がいるんで、このほら、ラブサオさん、田村様はもしかしたら昨年の静波での CI 市場外に来ていたのかな。ああ。書いてくれてますね。シャネルアイランドの市場外からいましたね。ありがとうございます。おめでとうございますって書いてくれてますね。おめでとう。ひろみちゃんも初放送おめでとうございます。ありがとうございます。応援ありがとうございます。常に意識できるように民放もテロップ出し続けてほしい。これはあれですね、今回の災害に対しての意識ですね。被災地の状態とか、まあ、1ヶ月しか経ってなくて、田村さん行ってきた石巻とかもまだまだね、片付けこうもう何年かかるかなっていう状態なので、本当に自分たちが頑張って余裕ができたら、また募金とか、時間がある人は現地に行って奉仕したりとかも、まあ、健康体制だったらできますからね。あとそのボランティアセンターでこう一緒にみんなとやってた時に思ったのは、やっぱりそのボランティアセンターで働いてるスタッフの人たちなんかはやっぱり地元の人たちばかりで、それぞれがやっぱりこう被害に遭ってる人なんですよね。で、僕らはどうしても受け身で行っちゃうと、仕事やりますよなんていう気持ちだけで行くと、どうしても彼らもこう別に災害のプロじゃないんで、段取りをこううまくババッとこう全部が全部できるわけではないんでね。やっぱりこう時間かかったりすることもあるし、それでお互い知り合いであればね、こうやりますどのほうでこうパパって決められるんでしょうけど、もうそういうわけでもないし、僕がどこの人間かもねやっぱりわからないでこう始まるわけですから、そういった意味ではちょっと時間かけながらね、やらなきゃいけない部分もあるんで、もうもちろんもうだいぶ日にちが経ってるんで、出来上がりつつは当然あるとは思うんですけど、もしそういう場面でもね、すごくこうそういう彼らの立場も受け入れながらこうやらないと、本当に家なくなったような状態でね、彼らも働いてる人たちもたくさん多いし、家族が亡くなったっていう場合もあるんでね、常にやっぱりそういう場所なんだなっていうのはすごい話しながらね、それはすごくこう気づいたというか、そういう話もしてくれた場面もあったんでね。まあ、なかなかこう実際に僕は行ってないんで、まあ、なんとなくしかイメージができないけどね。もうちょっと、まあ、このテレビ見てもうちょっと詳しく知りたいとか、まあ、日々ね、田村さんこう現地からブログで日々の活動とかを写真を交えて、まあ僕なんかはね、そのブログっていうよりかは自分がね、やってる日記があるんで、そういうのもあれだけど、
それも本当にいいのかな、うん、最初は僕もそれはね、うん、ちょっと別な話だと思ってたんで、うんうん、考えてなかったんですけど、うん、赤井くんもそうだけど近所の人たちがねやっぱ僕が行くっていうのを聞いてそれだけですごいこう物資をいろいろ持ってきてくれたり、うんうん、活動するためのねその食料もそうだし、うん、持ってきてくれたりそれこそあるお店の方とか友達とかは活動費としてね、うんうん、お金を持ってくる人たちもいたんでね、うん、そういうのを全部こう合わせると結局自分が一人行って自分が最初に言ったような思いでそのだけで行くつもりだったのがなんかちょっとそういう状況じゃなくなっちゃって周りを巻き込んでしまった。だからお金なんかもねこう、うん、そういうふうな形で援助してる人が出てきちゃったんでね、まあ、最後はなんかこうちゃんとどういうふうにして使ったかっていうのも、うん、報告したりなんかしてなんかそういった意味ではちょっと責任をこう感じたっていうかね、うん、でも出す側としては、まあ、自分は時間取っていけないけど、うん、田村が行くんだったら、うん、持ってってもらえるだけ嬉しいっていう感覚だと思いますけどね、なんかね、だからうまく言えないけどこうすごい、まあ、それ自体がこうなんか大変なことなんだなみたいなね、うんうん、そんな風になっちゃうっていうのは、うん、それだけでも、まあ、それでも足りないことだらけですよ、そうですね、現地行ったら、うん、だから僕なんかがねもう本当にこんな風にって話をこう説明できるような僕はそういうレベルじゃないと思うし、もう僕が知ってるのも本当にまだまだ一部分だと思うんでね、うん、だからもっともっとだから知るようにもしなきゃいけないし、そうですね、うん、まあ、新聞とか見ても、まあ、みんな心配な人とかばっかりだと思いますよね、うんうん、やっと、まあ、これもニュースのカウントなんでね、もう亡くなってしまった人が1万3000人超えて、まだ見つかってない人も1万2000人ぐらいと言われているので、まだまだ時間はかかると思いますが、うん、それを常に胸に意識しながらこれから頑張って僕ら頑張っていかなきゃいけない。まだ時間大丈夫？多分茅ヶ崎細井さんから、現地のサーファーとかに、波乗りに対して今後はどうなりそうって言っても今の段階じゃまだ、そうですね、だから基本的にはみんなやりたいっていうのは分かりますよね、うん、これはもう僕の個人的な意見ですけど、うん、やっぱりサーファーってねすごく、ずっと海でこう海と接してきて、うん、海のことが大好きでこうやっぱりそういう欲求っていうのもあるだろうし、で僕なんかみたいにね年取ってくるともう本当にいい波がどうこうっていうのもね半分ちょっとエキササイズみたいなことがになっててこう体を動かしたいっていうのもあるだろうし、まあそういった意味では本当にそういう欲求はあるとは思うんですけど、ただ現実的にそのそれこそ放射能の問題があったりとか今日もそうですけど地震が来て津波警報が出てっていうねレベルなので、本当にその部分も見通しが立たないじゃないかなってすごく思うんでね。そうですね、うん、だから全くそこはわからないですよね、うんうん、まあでも安全だと安全、まあ安全だろうって言ったら語弊あるのかもしれないけど、千葉でも聞くところによれば、真ん中より南、それから湘南ではもう昨日なんかもすごい人が入っていたんで、まあ、ほぼ安全だろうと、まあ、津波に関してはね、地震が来て津波が来るか来ないかっていうのは本当150年分の1ぐらいの確率なんだろうけど、今はもうちょっと確率が高いような気もする中でも、海に入ってリフレッシュして
日々のね仕事に活力が上がるんだったらっていう方を選ぶ人の方が徐々に増えてきてるような気もしますけどね。だから、まあ、そういうのも含めて被災してない僕らなんかがいろいろ本当に考えてね、うん、真剣に、うんうん、そういう場所に対してどういうことができるかっていうのをやっぱり考えて提案するしかないと思うし、うん、じゃあそういう中でじゃあそろそろちょっと時間も来てしまったので、はい、今日は長井さんありがとうございます。それと最後のねこの、はい、質問が一つ入ってて、こういう中で今後の志を田村さんから一言いただいて、うん、今日は締めたいと思います。なるほど、まあそんな志とかね偉そうなこと言えないですけど、志言うのは別に偉くないんで。そうですか。なんていうんですかね、やっぱり最初にも言った本当にこういう地震津波っていう災害想像もできなかったようなことがね、はい、起こったんで、うん、とにかく今現実に起こってるそのことをね、現地のやっぱりその人たちのその状況を本当にこう想像して、うん、同じ立場になってね、うん、自分がもしその状況だったらどうなのかっていうふうに、うん、僕はそうやって考えるととにかく僕らが頑張る場面でよくね東北頑張れとかなんて言うけど、むしろ頑張んなきゃいけないのは自分たちの方で、うん、当然僕らもこういう経済状況になると辛い部分もあるけど、ここは本当に歯食いしばって頑張るしかないと思うし、うん、もうそのつもりでこうやるしかないですよね、いろんなことに取り組んで。わかりました、ね、もっといろいろ大学ハルツはあったんですが、今日はありがとうございます。またみんなに会って日本にいた時に、そうですね、お見合いましょう。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この後はどんな感じでいいですか、締めていきましょうか。初回は実的なものもあって、こういう形でしんみりとした話をしていきました。また現地今の被災地などで波乗りができない人は、まあ、湘南での受け入れ体制なども整い始めたいという茅ヶ崎の先輩からお話もありますし、今のところは大丈夫じゃないかと思っています。そういう中で、今日は一つ番組を見ていただいているこれ見えるのかな、プレゼントもし、DVD 新発売のクリープ2ですね、ブリアサっていうメーカーがフィルムメーカーが作ってくれてるかなり熱いビデオです。サブレーズのステッカーをつけてもし、応募してくれたら、まあ、コメントとか僕のツイッターの方で欲しいですとか入れてくれれば、こちらからまたメッセージを送って抽選したいと思います。初回のサーフデイズテレビジョン、ちょっとここでこの番組のプロデューサーを呼んでみたいと思いますね。どういう王さん、はい、田村さん、先輩お疲れ様でした。クリブサーフさんからコメント入ってます。クリブサーフさんありがとうございますということで、はい、失礼します。失礼します。ちょっと硬い感じになってます。はい、ちょっと硬い感じになって初回、はい、どんな印象でしょうか。いや
どうぞ。面白い。面白くはないんだよ、あの見応えのある内容で、ありがとうございました。そんな感じで大丈夫でしょうか。あ、もう十分大丈夫だと思いますね、はい。まあ、ちょっと硬いかなと思うけど、そうですね、ちょっとね、やっぱりね、この1ヶ月自分自身もね、ちょっとね、はい、精神的におかしいなって自覚あるぐらいおかしいですね、はい、みんなおかしいですね、うん、僕もおかしいですし、うんうん、まあ、あの一応ですね、あの、まあ、赤井さん、我々の番組に、はい、まあ、3ヶ月にあたってこう毎週遊びに来ていただいて、あのいろいろ見てくださる方とか仲間からは、はい、やっぱサーフィンに特化した番組をあのっていう声が多かったんですね。あ、本当に、はい、だからこうやってサーフデイズがこう発信元となる、はい、いろんな情報を届けられるベースがね、できたっていうことはおめでとうございます、という。おめでとうございます。おめでとうございますね。頑張ってください、本当に。まあ、頑張る中でもなんかこう、やっぱり、ね、こういうプロデューサー側からとかの、一緒に作っていきたいし、はい、僕から発信、はい、うん、どんなことを発信した方がいいとか、はい、まあ、いろいろね、相談しながら、そうですね、いろんな人の意見を吸い上げながらも、まあまあ、僕は、ね、あの基本的に見る側なんですけども、はい、あのこのサーフィンという、ね、火を灯し続けていただきたいというのが日本のサーフィンの火を、はい、うん、まあ、個人的意見になりますが、はい、ぜひね、灯し続けたいと思ってます。そうですね、その活力になるようなことを、うん、ぜひ仕掛けてやっていただきたいということと、いろんな人とのつながりをね、大事にしながらやるんですね。はい、なんか偉そうなこと言ってすいません。いやインベスターズ TV でも、うん、あの 僕のやってる今インターネットの放送局っていうのは、はい、あの本当10年経っても揺らせない情報をいろんな人にこう伝えたいので、うん、あのまあ、できる限りですけども、サーフィンに関しても、はい、あの応援し続けたいですし、僕はサーファー、たまたまインベスターズリーグの中でサーフィンをやってたので、うん、こうやって関わることができて、まあ、幸せだと思うし、はい、硬いですね。硬いね、うん、まあ、硬い、今日はちょっと硬めで、初回なので、初回なんですね、はい、徐々に、サーフデー TV も、はい、徐々に復興、活力、自粛なしで、徐々に柔らかくコアにやっていきたいと思いますので、またこれ何でしたっけ、各週、第2と第4の月曜日ですね、第2、はい、第4の月曜日の10時頃からですね、はい、毎週じゃなくて各週やっていきますので暇な方コメント入れてくれると結構いいですね。これとても楽しかったですって入れてくれてありがとうございます。本当ですかね、まあありがとうございました。次回も見に行きます。ありがとうございます。 HUU サーフさん、鉄やくすいさんは照れずに行こう。そうですね、ちょっと照れが入ってるぐらいが、細井先輩応援してます。昨日並みに良かったんじゃないでしょうか、細井さん。あ、ね、細井さんといえばね、はい、あのよく全日本でも会社でも NSL でもお世話になってる。そうですね、これが、ね、うん、あの釣りもね得意なので、ぜひ見せてもらいたいですね。お父さん、ね、あの魚持ってはい、いやでも今日はあの田村さん、はい、まあ、我々の先輩でもあるんですけど、憧れですからね、ミスター全日本っていうあだ名を言ったような、言ってませんでしたけど、先ほどの田村さんは、あのアマチュアの最高峰の大会全日本選手権で、4回頂点に立ってるはずですね。5回でしたっけ、4回でしたっけ、田村さんいないですね、もう4回から5回あの日本の頂点に立ってる人ですね、うん、まあ、あのいろいろね、あ、細井さん、はい、昨日白樺最高でしたよ、高橋さんみんな昨日、結構湘南の人は昨日からサーフィンをやろうっていう人がすごい多かったような、じゃあ今度細井さん、白樺の反対側もお願いします。反対側いかせ
白樺の反対側で。はい、まあ、ちょっとね、1回目こんな形で制作させてもらったんですけど、はい、要望あればどんどん上げていただいて、皆さんね、それを形にすることができれば、うん、今後も、ね、協力させていただきます。インベスターズ TV では、うん、ね、ぜひ頑張ってやっていきたいと思います。そうですね、まあ、こういう形でこう放送ができるっていう時代なので、はい、サフデイズの Twitter や Facebook、 またはインベスター TV のFacebook はあったんでしたっけ、 Twitter とか、はい、まあ、直接連絡されても構わないし、皆さんで作っていけたらいいなと思っています、はい、そろそろじゃあ1時間早いですね、あっという間ですね、はい、ちょっと、ね、もうちょっとやりたいぐらいですけども、まあ、徐々に膨らましていきますので、はい、また2週間後、次は25日、ちょっとまだそのゲストとか予定とかも決まってないんですが、時間を空けて見に来てくれたら嬉しいです。それではスターフレーズテレビジョン、はい、第1回目終了します、はい、また25日に会いましょう。